今日はパパゾンの寝起きドッキリルーティーンを紹介します。ドッキリの朝は少し早めです。理由は早起きした方がぼーっとしてるからです。パパ起きて。まだ7時じゃん。これよ、パパ起きて。あー、うるさいから起きるよ。眠いから顔洗おう。落ちにくい落書きをして次の仕掛けの時間を稼ぎます。パパ、朝ごはんだよ。この歯を使ってパパゾンの動きを操作します。ありがとう。パンと麦茶おかしいんじゃない？だって牛乳なかったんだ。牛乳ないんか。牛乳飲みたら飲んじゃったんでしょ。飲んでない。ごちそうさまでした。よし、じゃあ次は本日のメインドッキリ、わさみがき粉です。先に大人の歯磨き粉を隠しておきます。歯磨き粉ないよ。歯磨き粉新しいわよ。あ、新しいやつ。ありがとう。歯磨き粉ってこれひらがなで書いてある。そう、新しいね。うん。あれ？これ緑色だよ。そうだよ。うん、そう。めっちゃなんか匂いする。高級なやつやるんだから。高級なのこれ。いい匂いでしょ。1000円。そう、1100円。使ってみたらこれ。高いから大人しか使ってダメなんだって。そうなの？うん。大丈夫かな。うん、うん、やってみて。甘いよ。甘いのこれ。うん。大人用なのに。うん。甘いの使うの久しぶりだな。ちょっと使ってみよっか。うん。先にやってみる？やだ。いい？うん。本当に大人だけ？うん。甘いよ。甘いか。じゃあ甘いのやってみたいね。ちょっと久々だから。よし、いくよ。勇気を振り絞っていくよ。いい？いくよ。甘いです。思い切っていくよ。甘いだから。はい、いきます。はっ。あっ。来た。わさびじゃないかよ。わさびってんじゃねーよ。歯磨き粉は緑色の時は歯磨き粉っすよ。パパ、ん？そういえばね、一度ね、荷物届いたよ。マジで？頼んでたやつ来た？あ、来た。でかっ。こんなでかかったの？よし、開けよう。もっと生きてんじゃねーよー。荷物を開けるときは開けるときは。パパゾンの寝起きドッキリルーティーンはいかがでしたか？みんなのパパもぼーっとしていたらチコちゃんみたいに叱ってあげてね。もしこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。また見てね。ごめんなさい。
ディリディンディリディンディリディンディリディ。意外と色がつかないな。あと濃い色の方がいいかもしれない。おひげとかちゃんとテーマを持って書いてね。バカとかパパが